山野玄ゴルーフクラブは兵庫県川西市産の源氏が小里に広がるゴルフ場である。山野玄ゴルーフクラブは新たなゴルフ場建設に向けスポーツ振興グループがゴルフ場経営に乗り出したことに始まる。コース名はスポーツ振興カントリークラブ、コース設計は町田義尾、木下敏夫が、工事は株式会社、大林組が行い、 1965年7月10日、36ホール規模のゴルフ場が開場された。その後、2002年2月1日、スポーツ振興グループは、会社構成法を申請、同年2月4日、保全管理命令を受け、同年5月28日、スポーツ振興株式会社は破産宣告を受けた。2002年5月31日、スポーツ振興株式会社と、 関連17社は、構成手続きの開始決定、2003年11月、ゴールドマンサックスをスポンサーとする計画案が決定。2004年7月17日、アコーディアグループの株式会社、アコーディアは02によって運営されている。また、それに伴いコース名を、山の言ゴルフクラブと名称変更された。また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、 日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。郵便番号666-0154兵庫県、川西市産の現地囲い座と12番地鉄道道路。ありがとうございます。